フレデリック・レミントンは、アメリカ合衆国のイラストレーター、画家、彫刻家である、開拓期のアメリカ西部を題材にした作品で知られる。ニューヨーク州、セントローレンス軍の観点で生まれた。少年時代は狩猟と乗馬を楽しんだ。絵を描き始めるのも早かった。11歳の時、セントローレンス軍のオグデンズバーグに移った。イエール大学の美術学校で、ニーマイヤーに学んだ。 大学ではアメリカンフットボールやボクシングに熱心に取り組んだ。1879年に父親の看病のためにオグデンズバーグに戻り、父親が亡くなった後、父親の遺産で西部への旅を行った。カンサスなどに住んで投資などをして暮らし、地域の人々に絵を売っていた。1884年にオグデンズバーグの女性と結婚したが、妻は カンサスの暮らしを好ます、オグデンズバーグに戻り、投資も失敗して、レミントンもオグデンズバーグに戻った。再び美術の世界に戻り、アートスチューデンツリーグオブニューヨークで修行を再開し、西部での経験が注目され、雑誌、コリアーズウィークリーや、ハーパーズマガジンの差し絵の仕事をするようになった。1886年に、雑誌、ハーパーズマガジンの特派員として、 インディアンの州長ジェロニモに対する政府の戦いのためにアリゾナへ派遣された。この度多くの資料を入手した。1886年にはサウスカロライナ州チャールストンで起きた地震の報道にも派遣された。商業美術の分野で成功した。1890年にニューヨーク州ニューロシェルに移り、後にコネティカット州のリッチフィールドで暮らした。 1898年にレミントンは米西戦争で戦争特派員になった。1891年にナショナルアカデミー・オブ・デザインの準会員に選ばれ、1898年にアメリカ芸術・文学アカデミーの会員に選ばれた。酒好きで肥満し、1909年に中水炎の手術中に亡くなった。 ありがとうございます。